しまった。パンを買ってくればよかった。まあいいか、とりあえず。よいしょ。じゃあ、よし、タオ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 、お座り。お、したした。よし、ライトタオ。やった。タオのレベルが上がった。お座りを覚えた。お、他は？他は？他を覚えたりしませんか？召喚とか覚えたりしませんか？伏せ。それは違う。違う、ダメ。それじゃなくて、伏せ。違う。いいとするところだった。よし、頑張れ、タオ。伏せ。お、よし、偉いぞタオ。え、違うの？今のは伏せじゃないの？なんだ。伏せ。どれが伏せでどれが違うのかがいまいちわからないんですが。伏せ。これは伏せじゃないのかな？ブーブーって言うってことは、きっと伏せじゃないのかな？違う、ダメ。これもっと何回かお座りさせて、賢さ上げた方がいいのかな？多分、座り。お座りはでも覚えてんだよね、もう。あ、いいとした。食べられません。ですよね。ですよね。わかってますよ。間違えたんです。あ、タオ。ユーズ。伏せ。違うのか。タオ。タオ。芸を覚えて、タオ。理解してないんだよな、タオが。違うの。ああ、また食べちゃった。 もうなんか、つい癖でこう、食べなきゃいけない気分になってしまう。よし、頑張れ。ここだと見えない。伏せた。よし、ライトタオ。違うの。伏せたように見えただけ。よし。ああ、また食べちゃった。すいません。何度も同じことしてすいません、本当に。よいしょ。横からの方が見やすいかな。よし。伏せ。これが伏せじゃないんだよね。違う、ダメ。こっちからだとわかるかな。どの向きがわかりやすいとかあるのかな。伏せ。それは違うな。それはどうやっても違うね。一日一回しかこう、調教できないのかな。しつけは一日一回までみたいな。伏せ。頑張れ、タオ。おばあちゃんのためにも頑張るんだ。伏せ。間違えた。うっかり。もう一回、伏せ。違う、ダメ。タオが覚えてくれません。一日一回なのかな、本当に。無視されてしまった。入ってっちゃった。よし、じゃあ一回ちょっと、じゃあ自宅に戻ろうか。おばあちゃんがまさかこんなことになろうとは。ショックだ。
タオにじゃあ頑張って芸を覚えていただいて、うん、そうするといいことあるのかな、おばあちゃん元気になるのかな。でもおばあちゃんが元気になるためにはきっとあの変な近くにいるあの変なねモンスターをなんとかしないといけないんじゃないかな。どうなんだろう、どうなんだろう。でも召喚なんてどうしたらいいんだろう。名前を入れようにそんな能力はないけど、わからん。そういえば花粉プンプンしないと、そうすればおばあちゃん家まで行きやすくなるな。よしよし、やったね。あ、しまった。夜の探索も してこればよかったな。これダメ、ダメですと。あったあったあった。ユーズ、うふふん持ってきたのね。プンプンしに来たのね。ありがとう坊や。これで私の猫は彼のところまで開通したわ。ほいほい。よし、じゃあ一回寝て、あーそっか、ラブゲットしたよね。キャッチしたもんね。2匹レベル上がるかな。あ、ん？あと1だったっけ？あと3だったっけ？でもレベル上がるよね。2匹キャッチしたからきっと上がるはず。それもラブ、これもラブ。そして動物たちの魂からラブです。寝考える。千匹ミミズ。お、イエイ。おめでとう。名前を入れようのラブがまた一つ深まりました。これで名前を入れようはラブレベル12。愛の免許開伝。おう、おう。次のレベルまであと1ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。うん。なるほど。これで、よし。免許改善なのに、まだその上があるというのか。その辺ちょっと謎ですよね。よしよし。じゃあ、レインボーロックス、お願いします。コロコロコロン。あ、やっぱおしべ側からはいけないんですね。両方いけたらすごく楽なのに。よし。